よし、やっていきましょう。シャドウコリドーということで、今回は久々の検証会をやっていきたいと思います。で、今回のやる検証は10周年記念ライブでやった検証を改めてね、再現してプラスちょっとだけ深掘りしていきたいと思います。では行きましょう。 GO。 ということで、今回はあの象を振りまく影をストーカーしていきたいと思います。で、これは10周年記念ライブでやった検証なんですけど、まあ、結構ね、いろいろ分かった事実があって、まあ、それをね、ちょっと改めて再現してみたいと思います。実はあの、かげろう縛りでもらってたリクエストだったんですね。象を振りまく影を追跡できないみたいな。でもさすがにこれはちょっとあの、縛りにはならないんで、まあ、ちょっとね、今回、どこにしよう。ここダメだな。ちょっと最初からにしよう。あ、ここは？ここそれっぽいような気がする。あったね。で、ちょっと待ってね。ここ、ここいいね。ここと。で、どうやって、まあ、象を振りまく影を、まあ、追跡するか。まず一旦出してみましょうか。まあ、どんな感じかっていうので。来ると多分出ていると思う。おい、ほら、いる、いる。で、この象を振りまく影の後ろを追跡すると、ストーキングする。ダメですよね。ダメなんですよ。で、これはどうするかというと、以前やったあのロッカーバグ、ロッカーに入る瞬間にこの鏡を使ってテレポートすると、なんとね、その元いたロッカーにゾウさんが来るんですよ。できたー。スタート地点に来ました。ということで、ここでロッカーに入る瞬間に鏡を使って飛んでいくと、ここのロッカーにゾウさんが来ると。俺が元いたであろうロッカーになぜか来ると。鏡で飛んで、ゴール付近にいるゾウさんの後ろをストーキングします。行きますよ。行きます。で、で、どこだここ。こっちね。急ぐ急ぐ、急ぐよ。こっち。あ、いる。いる。いた、いた、いた。こっちか、来てた。で、追跡します。うわぁ。うわぁ。怖い、怖い、怖い。うわぁ。やべ、耐えるかやばいから。やべ、やべ、やべ。で、そこにたどり着くと、来るよ。で、こっちに来ると。で、なぜかこのロッカーバグで鏡で飛んだ後に、なぜか水晶使っても動いてるんですよ。そのね、事実がライブで分かりました。もう一つあって、なんとここ？ほら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 。わかります？わかります？なんと、あのライブでコメントもらってたんですけど、ちょっとね、自分拾えてなくて、わからなかったんですけど、ただ、ロッカーに入るだけで、来ると。で、入りするだけで、来ると。しかも、水晶で止めてても無駄と。水晶で止めなくて、マガタマビームで止めたらどうなんだろう。あ、これ、気がつかなかったな。マガタマビームと、あれで、
このカメラで止めてたらいける？これをこうするだけで多分動くはず。てかさっき動いたよね。じゃあちょっとこのままやってみようか。あ、そっかそっか。一回あれか。マガタマビーム撃ったからか。で、その後どうなる？マガタマビームで撃っ、今俺の方見てるよね。俺の方向いたよね。あ、ダメか。マガタマビームを撃っちゃったらダメ。来るかな。あれ、なんかもうすでに動いてるよ。ほら来てる。動いてる動いてる動いてる。動いてて関係ないんだ。あ、ごめん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 。これごめん。だから追跡する、めちゃめちゃ長時間追跡するんだったら鏡で飛んだ方がいいと。やってみたいと思います。改めていきますよ。いきます。トゥ、いるねいるね。あいついた。うわうわ怖い怖い怖いあー怖い。うわで、ここでマガタマビームを打つと元に戻っちゃうからダメと。やばい、ちょっと体力回復する。足が浮いてる。これがストーキングですよ皆さん。怪しい超怪しいよ。あーやべ、あー怖え。これをね、生のライブで成功した時はすごかったですよね。ただし水晶で止めようと思ったのにもうすでに歩くと。水晶はあんまり関係なかった。で、そろそろもちゃもちゃ100。うわーちょっと待ってね。ちょっと待って。あれ？なんか今おかしかったよね。あれ？今、ここで、俺んとこに来たよね。しかも止まってるしさ。あれ？ここにロッカーなんてないのに、俺が近づきすぎたのか？どういうこと？どういうことですか？で、動くはず。来てるよね。いや、近づきすぎたからって。見るけど、関係ない。何かがあって、これスタート地点でやったのに何かのせいで、やめてあれなんかがおかしいけども、まあ、とりあえずね大成功と。ということで次の検証は、これもね10周年の記念ライブで生検証したんですけど、さまよう魂と重なった状態でアイロを入れクリアするとどうなるのかっていう。来た、そして肝心の水晶と、これがないとねさまよう魂に重なれないんでで5個目、 OK で、ここと、まず、一旦ね、こうします。
開けます。そしてちょっと点呼を置きます。あ、いる、あ、来てる来てる来てる。でちょっとね体力減らします。オッケーと。で、次で水晶使います。来たね。オッケー。じゃあ、これに重なって、で、このまま行きたいと思います。あっちに。行きますよ。で、ちょっとでもずれるとね、なんか死にそうなんで。行きます。死なないでね。ああ、怖い。で、別なの来てないよねっていう。で、このまま行きますよ。これもね、生検証でやったんですけど。行け。で、ノー。やったぜ。そして、ちょっとずれないように。ごめんね。ああ、怖い。そう、このままお母さんのところまで行きます。ああ、もう耳鳴りが幻聴みたいな感じで聞こえる。意外とこういうね、こういうところで引っかかってどっか行っちゃうからね、気をつけて。で、こういうね、階段もちょっと段差があるから、あんまり一個一個やんないと、もしかして当たり判定で死んじゃう可能性がある。あ、怖い。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。あ、しちゃった。いや、これね、生検証でやった時緊張したよ。外れたらどうしようみたいな。だから超慎重にやった。よし。行きます。来た来た来た。お母さんのところ来た。行きます。調べる。私のお母さんよ。さまよう魂が。もうずっと長い間眠ったまま。その魂は体を離れ、底知れぬ憎悪に苛まれながら、今もこの世界をさまよい続けている。さまよう魂だけに。さまよう魂と体を一体化させるためには途方もない力が必要なの。だからこれをかぶせた。さまよう魂をかぶせたと。これ何回聞いても面白いな。さまよう魂をかぶったと。そしてその魂はあなたに受け継がれている。わかるでしょ。もう時間がないの。あなたにはやめて。今死んでもらうわ。でですよ。まだいると、まだいると。逃げなさい。おいおいおい、俺から離れて離れて離れて。おい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 。ガーッ！この後ですよ、この後。皆さん、この後どうなるのか。私たちはね、もう皆さん、もう知ってる人もね、いるんですけど。ね、素の魂なんて足しにもならない。だから、さまよう魂を連れてきました。そこで見てるといい。皆さんも見ててくださいね。行きますよ、行きますよ。来たーって。ああ、死んだ。保存中ってそういうことじゃないの。来たよ。え、死んだ、死んだの。これはね、こっちに来ることは分かったんですよ。
あの生検証でやったんで。だから体力を10以下に減らしてムービー中に死ぬのかっていうのをやってみました検証で、どうなったんだろう。やった、事態は一個。え、どうなった、死んだんだよね。 あの怪物まだ力が。え、これ死んだのかな。で、体力がどうなってるのかちょっと見てみたい。これを私は先回りして。で、どうなった体力。あ、おお。そういうことだよね。そういうことなんだよ。あ、ちょっと待って。あ、え、この状態で、まがたま、あ、しまった。そっかそっか。この状態でまがたま一つ使って蘇生すると、どうなるんだ。あそこ閉まってんじゃない？ね。もういけないってことだよね。多分。これ前なんかでもやったような気がする。ということで、さっきの聖域バージョンをやっていきたいと思います。まずは下準備と。はい、ありがとうございます。あ、で、来たから、来て来て来て。そうそう、気がついて。気がついて。今ので分かったらすごいな。よっしゃ、行こう。別に来てないね。行きます、もう。さっさと行こう。で、閉まったらどうなるのか。オッケー。消えない。徘徊者は消えるんですよ。さまよう魂は徘徊者じゃないと。魂だから消えないっていう感じ。見えない見えないよ。おー、いいね、鈴の。風鈴の音が。チンチリンチリン。で、火花に会うと。さっきは火花に会ったんで、あとお母さん。お母さんに、ちょっとご挨拶して、火花をくださいみたいな。なんでもないです。そして今回は、火花にご挨拶すると。誰みたいな。いや、火花も仮面被ってるでしょみたいな。同じ仮面ですよ。さあ、どうなるどうなる。来ましたよ。見えない。ああ、いたいた、いる。行きます。さあ、どうなるどうなる。で、いえ。え、で、どうなる。あ、いるね。後ろにいる。やっと会いましたね。魂といるな。あなたのことをずっと待っていました。本当に。立ち話もなんですから、どうぞおかけください。たまよう魂も一緒ですけど、いいので、いるね。右にいる。私はヒガナ。ヒガナは双子の姉です。サメや魂は双子の弟です。いるね。あ、これ動かないのか。ちょっとこれは残念。あなたのことは遠い昔夢で見ました。サメや魂じゃなくて。はぁ、あ、みたいな。うるせえみたいな。ちょっとうるさいんですけどみたいな。なぜ身動きが取れない。うんと、彷徨う魂で一緒だからみたいな。長い話になります。聞きますよ。いい話が台無しなんだけど。私と火花は、私は母か、母は そんな私、お母さんと。もうダメ。ある日それを聞いた。でも少年たち、火花だけは村人には。なんか観客がいるな。ガイガイ言ってますね。お母さんは。あ、ここで移動してきたら面白かったんだけど。一緒に来てください。サメよ魂も一緒に行きますか。サメよ魂だけはこだましてる。行きます。私のお母さんよ。で、飛ばします、ちょっと。行きますよ。
行きます。で、死にます。で、来るから、死んだと。私は先回りしています。行きます、死にます。で、マガタマを一つ使って蘇生。行きますよ。あ、ここか。え、あ、ここで再会？いや、それはちょっと予想してなかった。ここでした。ここで死んだからここで再会なの。いや、なんかそれはちょっと、ここで再会ってことか。マジか。ということで、まずはこの大曲玉を取りいいの。そしてコメントあったんですけど、大曲玉を取って一回やられると象とくっついても死にませんと。要はそのまま一緒にいればくっついても大丈夫ってことかな。水晶でってこと。いきますよ。で、このままくっついてます。死なないってこと？これで死なない？でもこれ水晶と同じだよね。どのくらいで？さあどう？ダメでした。ということで、PC 版では、まあ、通常通りできなかったんですけど、今ね、スイッチ版でやっております。はい、来た。で、大曲玉を取ってるんで、今から、ゾウさんに、当たってみたいと思います。どこかな？どこにいる？どこにいるの？あ、来た来た来た。来たよ。来て。で、今から、同じように、大曲玉でぶつかってみたいと思います。さあ、来い。はいと。で、これ重なっていいのかな？ちょっとこう、離れて。てかこれ水晶でできんじゃね？あ、来るぞ。おー、死んでない！死んでないよ！あ、ダメージは、見ることで、食らうけど、あれだ！あの、泣き女さんとかさ、徘徊者を水晶で、くっつけて、後ろにいるやつと同じ。ああ、来てる、来てる、来てるよ、来てるよ。ああ、こう、ああ、うい。できてる。ああ、いや、見ちゃう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 。ああ、39。ああ、いる。ああ、もうやばい。あれだね、ストーカーしたから、ストーカーされてます、今。ストーカーもないもん。今。めっちゃくっついてきてるんだけど。曲がたまし、これしゃがんだら死ね？大丈夫。しゃがんだら死ねとかないよね。いきますよ。しゃがみます。ああ、ああ、大丈夫、大丈夫。で、5個と。で、曲がれるか？ちょっとこれ、Uターンできる？ああ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。あの、ゾウの手が、服が、はい、行きます。ごめんね。さらば。あー、消えた。夢でした。なんかもう何事もなく、俺の後ろに、誰かいると思って振り返ったら誰もいないみたいな。はい、と。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。